皆さんこんにちは、ゆっきーチャンネルです。本日は茨城県結城市にありますラーメン味噌人さんに再びやってまいりました。以前はお正月に新年第1弾として YouTube に上げさせていただきました。今日は新メニューができたとのことなので行ってきたいと思います。手洗い場と消毒がしっかりと完備されております。そしてたくさんのサインや、こちらラーメン大好き小泉さんのサインもありました。そして今月の人気ベスト5、こちらお品書きの表が貼ってありましたよ。今回オープン前に早めにお伺いして店内を撮影させていただきました。ありがとうございます。お座敷のゆったりとしたお席と、そしてその近くには鬼滅のグッズがたくさん。私も鬼滅大好きなんです。そしてテーブル席、カウンター席もあり、とっても広々とした店内です。こちらにも小泉さんのサインが飾ってありました。卵はナスの御養卵を使用していましたよ。メニューはこちらになります。味噌ラーメンの種類もたくさんあります。さすが専門店。濃厚芳醇味噌ラーメンもおすすめです。そして本日私の目的のお品、そう、この春限定の花ワンメンなんです。とっても見た目が可愛くって楽しみです。私はさらにチャーシューをトッピングします。じゃじゃーん、来ました。花ワンメンのチャーシュートッピング、素敵。今回卵の方を店長にサービスしていただきました。ありがとうございます。見てください、この美しい花が咲いたようなチャーシュー、オレンジ色のこのギザギザの可愛い卵、そしてこのスープ、真ん中の部分にスープを入れるとさらに花が咲いたようになります。美しい。麺はワンタンとラーメンの融合、この幅広のピロピロとした麺です。こちらもぜひ試してみてと辛味噌をいただきました。はい、
すごい、見てください、この綺麗なラーメン。いただきます。まずはスープから。あっさり美味しい。さあ何から食べようかな。もやしが入ってた。シャッキシャキで美味しい。キャベツも炒められた野菜が入っておりました。そしてこのトッピングした大きなチャーシュー、パク、低温調理の柔らかいチャーシュー、でもしっかり噛み応えあります。麺の方もいってみましょう。見て、ピロピローンって。つるもち、なにこれ、おいしい。初めて食べた。野菜もたっぷりでヘルシー。チャーシューをスープに入れて、ここで煮卵もいただきます。ギザギザで可愛い卵。とろっとしてて美味しい。そしてすかさずチャーシュー。今日の私はチャーシューたっぷりだから無敵だ。お野菜もちゃんと食べますよ。やっぱり麺見てください、このすごい幅広くて長い麺。吸い切れるか。ずるずる、途中で切れちゃった。もちもちしてて美味しい。スープもあっさりだけどコクがあって美味しい。醤油と塩のハーフ&ハーフだそうですよ。そして真ん中にあったこのお花のチャーシュー、これ花びら可愛くないですか。かまぼこですね。そしてこちらいただいた辛味噌をちょっとトッピングしてみたいと思います。とりあえずちょっと入れてみよう。スープに少し溶かしてから、ワンメンをちょっと入れてお野菜も一緒に食べてみます。ピリ辛で味噌のコクがすごい。一気に味変、美味しい。
辛味噌気に入りました。この一杯で2度楽しめますね。麺とよく絡めていただきます。美味しい担々麺。残りの卵も幸せ。この辛味噌は以前味噌人さんでいただいた担々麺の上に乗っている肉味噌と一緒でした。他の麺にトッピングしてもいいアクセントになるんですね。一つお勉強。このいい具合に辛いこの肉味噌がとってもこのワンメンに合いました。最初は醤油と塩のあっさりな感じのスープだったのが一気にちょっとパンチの効いた担々麺風のお味になりましたよ。皆さんもぜひ試してみてほしいです。美味しい。そう、今日ね帽子と洋服あんめんを食べるので春っぽくしてみました。似合ってるかな。麺はつるもち。すすり切りたいんだけど途中で切れちゃうんですよ。まだまだチャーシューあります。この花びらのかまぼこもかわいい。チャーシューいっぱいで贅沢。トッピングしてよかった。麺は特注の麺だそうで、ラーメンとワンタンの融合。こんな麺見たことないですよ。肉味噌も全部入れちゃおう。そんなに辛くなりすぎず、いい感じです。メンマもとっても柔らかくて食べやすかったです。肉味噌に絡むようによく混ぜたいと思います。一瞬見た感じラーメン食べてると思えないですよね。新食感なこのワンメン、ぜひ食べてみてください。そして本日いただいているこの辛味噌は150円でトッピングすることできますので、ぜひこちらもどうぞ試してほしいです。そう、このチャーシューは低温調理のレアチャーシューですよ。真ん中のお花の部分は薄めのチャーシューなのでさらに柔らかくなってます。店主の岩上さんにお伺いしたところ、周りのチャーシューと真ん中のチャーシューでは厚さが違うそうです。お花にするには薄くないと巻けないそうなので、
切り方が違うみたいです。つるっとしすぎてちょっと跳ねちゃいました。スープの素は豚と鶏の醤油と塩のハーフ&ハーフですが、この辛味噌を入れることによって一気に味が担々麺化します。麺も磯屋商店さんの特注麺ですよ。すでにお気づきの方はいらっしゃると思いますが、私が以前訪問したラーメン屋さんでも磯屋商店さんの麺を使用しているところがありましたよね。箸が止まらずどんどん食べ進めて残りわずかとなってまいりました。閉会に岩上さんが野菜を炒めてる音が聞こえてくる。いい BGM。そしてラストのチャーシュー、名残惜しいけど最後まで柔らかい。あんなにたくさんあったのに。残りのワンメンを、具は全部食べきりました。美味しいからスープも飲んじゃおっかな。最後までこの辛味噌の肉味噌が沈んで美味しい。きれいに食べました。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価いただけたら嬉しいです。 Twitter やインスタグラムなどの SNS のフォローもぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。このお花のチャーシューはとっても可愛かったですよ。そして岩上さん、漫画好きな方にはわかるかも。花まんめん食べに来てくださいね。またねー。バイバーイ。